はいそれでは羅生門内容読み取りシートの1番教科書で言うと26ページの1行目から30ページの15行目までを見ていきましょう、えー、とでは内容読み取りシートの1番には1から6までの質問がありますので教科書26ページの辺りを見ながら1つずつ見ていきたいと思いますでは最初の質問です1番冒頭で描かれている場面をまとめようとあります 冒頭ですから一番最初のところを見ていきます。26ページの1行目あたりですね。ではまずこれはいつのことですかというふうに聞かれています。そして誰がどこで何をしていたかという質問です。これは冒頭部分を見ていけばそのまま答えが出てきますね。まずいつということですけれどもこれは26ページの1行目を見てあげると答えが出ていますね。ある日の暮れ方です。 26ページの1行目じゃあ次「誰が」とありますけれども「誰」っていうのは人を指していますので1行目を同じように見てみると「一人の下人が」というふうにありますそして「どこで」そのまま続けていくと「羅生門の下で」 そして何をしていたかというと雨やみを待っていたとなります。雨が止むのを待っていたわけですね。はい。では次です。二つ目の質問は京都はどんな様子ですかという質問です。 京都はというふうにありますので、京都という言葉を探してあげますと、教科書26ページの6行目にちょうど京都という言葉が出てきます。この辺りをまとめていきましょう。えー、京都ではどんなことがあったかというと、26ページの6行目、地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こったというふうにあります。えー、災いが続いて起こっている。 そして「落中のさびれ方は一通りではない」というふうにありますから「落中」「落中」というのは平,城あごめんなさい平安京の中ですね「落、えー、中のさびれ方は一通りではない」と。とあります。 まあそのまま読んでいきますと仏像や仏具のようなものを壊してそれを焚き木の材料として売っていたなどというふうに書いてありますね、まあ、非常に荒れた町になっていたということですでは同じように今度は3番の羅生門はどんな様子ですかという質問を見ていきましょうそのまま教科書を読んでいきますと26ページの9行目にそこに書いてありますね羅生門の修理などはもとより誰も捨てて帰り見るものがなかった と,ありますということは修理をしようとする人がいないということはそもそもどうなっているかというと壊れているということがわかるわけですね。そししして誰も修理をしようと,しないとまあね当然自分の生活で精一杯ですから。 そんな町の門をわざわざ修理しようなどというものきはいないということですね。そうするとどうなるかというと荒れ果てたのを良いことにしてコりが住む盗人が住むとうとうしまいには引き取り手のない死人をこの門へ持ってきて捨てていくという習慣さえできたとあります。つまり、 もう羅生門が壊れていて、まあ、あまり人が寄りつかないところなのでコリキツネやタヌキが住んでいたりさらには結びとつまり普通のところにはいられないような人が住むと。 そしてとうとう引き取り手のない死因がここに捨てられていくわけですね。とあります。 まあそう考えてみるとこんなところで何で螺昌門こんなね螺昌門に下人がいたのかというのがちょっと不思議な感じがしてきますよね。ということで今度は4番の質問です。今度4番の質問は「下人はなぜ羅生門の下にいたのですか?」という質問です。さあなぜなのかということなんですけれどもこれちょっとずっとその後を見ていきますと27ページの11行目。 作者はさっき「下人が雨やみを待っていたと書いたしかし下人は雨がやんでも格別どうしようというあてはないつまり「雨ががんんででも特にすするることとないと言っているんですね下人というのはそもそも奴隷のような存在ですから当然主人がいるわけなんです。 主人がいるはずなのにつまり主人のもとに帰ればいいのに帰れないつまり帰るところがないのはなぜかというとそのまま、えー、教科書を読んでいけば書いてありますよね主人から45日前にいとまを出されていると。 そし糸間を出されていてつまりクビになっているんですね。でクビになっていてじゃあなんかね就職活動をして再就職すればいいかということなんですけれどもでも下人はどこに行くこともできないつまりどうにも行く場所がないということなんですね。 食わて帰る場所がないとといととうになるわけです、まあ、ここまでねあの天気だとかその辺のことはまず触れてませんでしたけれどもでも26ページ27ページを読んでいると雨がやまないままずっと降っているとかなんかあまり天気がよくないわけですよね。なんかカラスが ずっと泣いていたりするとなんかあまり明るくない場面なわけですさあそんな中下人は羅生門の下に何を考えていたのかということですね、えー、まあヒントとしてはここでぐる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 というふうに書きました一体何を考えているのかこれは28ページまで進みます28ページに、ね、えー 3行目ですかね。そこで下人は何を置いても差し当たり明日の暮らしをどうにかしようとしていわばどうにもならないことをどうにかしようとして取り留めもない考えをたどりながらさっきから朱雀王子にある降る雨の音を聞くともなく聞いていたというふうにあります。明日の暮らしをどうにかしたいと考えてたんですね。 じゃあ、ね、明日の暮らしつまり食べ,るところとか食べるものとか、ね、寝るところを探せばいいんだけれどもでも本部にはどうううににもならならいいいことというふうに言っていますそもそも下人は帰る場所がないで仕事を遅れていた主人もいないからお金もないお金がないから食べるものがないということで下人はどうすればいいかわからない状態になっているわけですね。じゃあどうするか28ページの11行目 どうにもならないことをどうにかするためには手段を選んでいるいとまはないとつまりどうにかしたければ手段を選んでいる暇はないとつまり 何とかしたければ、手段なんか選んでられない、そうしなきゃ死んじゃうというふうに言っているんです。でも、どうにかしたければ、ね、選、あの、手段を選ばなければいい。選ぶ必要はない、選べないというふうに言ってる。でも、これ二十九ページの方を見ていくと、盗人にじゃあなればいいのか。盗人になるしかないじゃないかと。 いうふうに考えますがでも盗人になるための勇気が出ないとじゃあどうしようということで結局じゃあ明日の暮らしをどうにしようかなって考える 手段を選んでる暇はないから盗人にでもなるしかないとでも盗人になる勇気が出ないじゃあどうしよう明日のクラスを何とかしたいということでここでさっき言ったこのぐる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 というのが生きてくるわけなんですつまりぐるぐるこれはですね本文の中では定解という言葉で表されています同じところをぐる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 回るということだよね そんな中結局下人は悩みに悩んでどうしたかということなんですけれどもしょうがないということでどこに行ったのか29ページの最後4行のとこ見ると大きな草目めくしゃみをしてそれから大義そうによっこらしょというふうに立ち上がったわけですねでそのままどうしたかというと30ページ一晩楽に寝られそうなところに行こうと思って。 世を明かそうと思ったら、ちょうど羅生門の楼の上、つまり羅生門の建物の2階とかね。上の方に行く梯子が見つかったと。結局、その梯子が見つかったから、じゃあ、その梯子に乗って登ってね。上に行けば、まあ、死体はあるだろう。けれども、人はいないから、とりあえず寝られるかな、というふうに考えたわけなんです。 でですので下人は結局どこへ行きましたかという質問に対しては羅生門の「ろう」の上に行こうと。はい、ということで、えー、場面の位置は以上のようにまとめることができます。 では羅小門の牢の上に登ろうとした御人はですねこの後どういうふうになったか今度は内容読み取りシートの2番を見ていきたいと思います。